マイルズ・デイムズ・ノーブル・ストローは、アメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ軍、ガーデングローブ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のクリーブランド・インディアンス所属。2015年の MLB ドラフト12巡目で、ヒューストン・アストロズから指名され、プロ入り、契約後、 参加のアパラチアンリーグのルーキー級、グリーンビル・アストロズでプロデビュー。58試合に出場して打率。268、13打点、22盗塁を記録した。2016年は、A 級クワッドシティーズ・リバーバンディッツと、A 級ランカスター・ジェットホークスでプレイし、2球団合計で87試合に出場して打率。358、1本塁打、27打点。 21盗塁を記録した。2017年は A 級ビューズクリークアストロズと AA 級コーパスクリスティフックスでプレーし、2球団合計で127試合に出場して打率、291本塁打、44打点、38盗塁を記録した。2018年、マイナーでは AA 級コーパスクリスティとトリプル A 級フレズノグリズリーズで、 プレイし、2球団合計で131試合に出場して、打率。291、1本類打、31打点、70盗塁を記録した。マイナー公式戦前日程終了後の9月15日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦にてダイソーで、メジャーデビュー。この年メジャーでは9試合に出場して打率。 333、1本塁打、1打点、2盗塁を記録した。2019年は56試合に出場して打率、269、7打点、8盗塁を記録した。2020年は33試合に出場して打率、27、8打点、6盗塁を記録した。2021年7月30日にフィール・メイトン、ヤイナー・アディアスとのトレードで、 クリーブランドインディアンスへ移籍した。ありがとうございます。